ていたんですけど、またようやくアメリカに戻ってきました。で、私の住んでいるところは日本と時差がだいたい13時間あるので、本当に昼夜逆転になるので、とにかく時差ボケがひどかったので、できるだけ日中外に出ようと思って大好きなアンティークショップにいろいろ行ってきました。で、今回はその買い物の様子を少し撮影したのと、私が普段使っているイヤリングやピアスなども少し紹介したいなと思います。私がアンティークショップに入って、まず一番最初に向かうのがこういったアクセサリーのコーナーです。こんな風にごちゃごちゃっといろいろ並んでます。他にもここにはレコードがたくさん並んでました。私はレコードを聴かないのでよくわからないんですけど、どれもだいたい1つ3ドルぐらいでした。あとはこういった食器のブースもあるんですけど、これはアメリカで有名なアンティークブランドの食器なんですけど、いろんな色味があってどれも本当に可愛いんです。私この食器の処理ちょっと存じ上げないんですが、もう怖すぎてここから一歩も中に入れません。食器のコーナーがちょっと怖かったので、こっちのアクセサリーの方に戻ってきました。こんな風にいろんな種類のアクセサリーがキラキラと並んでいて本当に可愛いんです。ただもちろん自分の好みでないものもいっぱいあるので、この中から宝探しのように自分の好きなデザインを見つけるのが本当に楽しいんです。買い物してていつも思うんですけど、アメリカのアクセサリーはとても大ぶりなものが多いです。この辺も結構ジャラジャラしたネックレスが多かったんですけど、これなんかは比較的つけやすいタイプかなと思いました。はい、ここで運命の出会いがありました。もうちょっと回していただいて、あともうちょっとだけ回していただいたこのホワイトのパールのピアス、このピアスがとにかく自分好みのデザインで、このケースにいっぱいピアス並んでたんですけど、これだけが光って見えました。かわいい。続いてパールゾーンです。もうかわいすぎて言葉になりません。はい、ではこの中で今日選ばれたイヤリングはこちらです。このゴールドのイヤリング、やっぱり秋はゴールドが必須かなと思って今回この子を選びました。お値段が5ドル、だいたい5、600円になります。今回こちらを購入しました。あとはこっちのゴールドも可愛いかなと思ったんですけど、ちょっとデザインが似ていたので買おうか悩んでおります。値段も同じ5ドル。その他にもこんな可愛らしい原色のピアスがありました。こんな風にポロポロっと揺れるんですけど、お値段が5ドル。でも結構重かったです。これは今までとちょっと違う種類となるんですけど、なんか福袋みたいな感じで中にネックレスやイヤリングなどいっぱい入ってて、値段が1000円ぐらいでした。なのでかなり安いんですけど、この中に入っているものの状態がいいものもあればちょっと大丈夫かなっていうものもいくつかあったので、どうしようか悩んだんですが、ここには映ってないものなんですが2パック買ったので、次回の動画で中身も一緒に紹介できたらなと思うので、ぜひ次の動画も興味があれば見てみてください。ここはちょっと味のあるボトルやグラスが並んでいたのと、あとはアンティークのブランドの食器がいくつか並んでいたんですが、私が欲しいなと思ったのはこのさりげなく並んでいたこの双子ちゃんです。これビーズやパーツなどを入れるのにちょうどいいかなと思って今回購入しました。ガラスの状態もとっても綺麗で、お値段がだいたい 2.99 なので300円。はい、ここでまた運命的な出会いがありました。この黒電話ではなく、その隣のパールのネックレスのようなもの、これなんですけど、絶対好き嫌いが分かれるのはもちろん分かってるんですけど、私的にかなりヒットでした。私人からそれどこで買ったのって言われるようなアクセサリーを身につけることが多いです。他にも
もこのカラフルなカップがすっごい可愛かったんですけど、1セット2、3000円したので踏みとどまりました。あとはこういったミッキーやディズニーのあの可愛らしいグラスがいっぱい並んでました。ただ私はどちらかというとこっちよりもあのこういったあのダレっていう感じのデザインのグラスを買っちゃうタイプです。指輪も見ての通りかなりのサイズです。あとはこういったシャンデリアのパーツがいろいろ売られていたので試しに買ってみました。太陽の光に当たってすんごい綺麗だったのでアクセサリーなんかにも使えるかなと思います。こんな感じで今日はアメリカのアンティークショップでのお買い物の様子でした。日本とはアクセサリーの種類やサイズ、デザインが全く違うので、あの好き嫌いがあるかもしれないんですけど、日本にはないデザインのものがいっぱいあったので何かの参考になれば嬉しいなと思ってこの動画を作りました。今回喋りすぎてもう6分以上経ってしまったので、次回の動画で購入品の紹介やアクセサリーをつけた感じなども紹介できたらいいなと思います。またぜひ次回の動画も見てみてください。